えー、橋です。いえ、おはようございます。えっと、えー、大阪、関西、えー神,えー、神戸のお、えーまあ、4日間のツアーなんですけど、えー、だんだんあのあの計画があの見えてまいりました。一応、簡単なご報告だけしたいなと思います。 まだ決定じゃないんですけど、えー、一応、決まったことだけ伝えます。えっと、14日金曜日に関しては、今、検討中です。もうちょっとお待ちください。で、15日土曜日が、えー、っと、新長田というところで、えー、なんか会場を、あの、押さえていただきましたので、そこでやろうかなというふうになっています。まあ、時間だとか、えー、詳細についてはまたこれから、 あのお話ししていいこうと思いますそれから次が16日日曜日日曜日ですねこれがええー、市兵庫県の阿こ市というところでえー、場所をなんかえっ、ー、とお好み焼き屋さんって言ったかな,なんかね場所を提供してくれるということでそのお店でお,お話し会をやるというちょっとねあの面白いわくわくですうんねはい。 えー、それからですね、なんと17日月曜日なんですが、梅田、大阪の梅田で、あのー、やることになりました。で、時間とか、そういったのも、その、主催をね、この場所を押さえてくださった方と、えっ、ー、と、これからまたね、細かい打ち合わせを、ちょっとしていくつもりなんですけれども、えー、一応場所の確保、一応あの、お話しかやろうということを決めました。<laughs> なので、 えっとおかげさまでえっとこの4日間全く白紙だったにもかかわらず宣言を先にしてやるぞと決めて大風呂式を広げましたが1日経ちまして3日間のお話し会の日程が えー、青写真が決まりました。<laughs> すごいですね。<laughs> 本当にびっくりです。で、え多分ぶ、えー、初日の14日の金曜日の午後、ここも、あの、決まるんじゃないかと思ってます。僕の予想では、えーあ、まあでも言っちゃうとまずいのかな。うん、決まってから言います。<laughs> うん、誤解があるといけないんでね。えっと、まあ、人数に関しては、 まあどれぐらい集まるかもお任せ、ある意味ね、えー、してます。で、僕は、えー、一箇所に、な、あ、ん、のーえー、だろう、滞在をこう、ま、あの長く取りますので、うん、だから、もうゆっくりとその時集まった人たちと、時間が許す限り、僕はあのー、皆さんのおそばで、ゆっくりとお話をしていこうかなと思います。 あの、もう、お会いになった人はね、僕、あのき、あの、何でも聞いてください。何でも。えっと、石屋のこ石屋情報は、えー、何でも答えられると思います。それから、えー、この世とあの世のこと、仕組み。これも全部、あの、お答えいたします。それから、輪廻転生、因果応報。こういったことも、全部仕組みについてお話ができます。それから、 えとこの幽体とか霊体とかありますね。こういう目に見えない、摩、え、訶、ー、不思議な世界。それから、えー、チャネリングとか、ヒーリングとか、それからシャーマンとか、ね、いろんな言い方ありますね。ユタとか、うんあの、ウミンチュとか、まあ、いろんな言い方あるんですよ。まあ、こういう霊的能力のあるお話のことだとか、えー、だけどこれの使い方、うん。 えー、一歩間違えるともうめちゃくちゃやばい方向に行くし善、えー、の方向に使えばもう、えー、10人力100人力みたいなそういうことこういったこともお話しできますそれから憑依の話あのこう霊体がこう自分に映るとかいろいろありますよねこういったことも、えー、とお話ししていくこともできますまあだいたいほとんどできるかなうん。 で、僕はあくまでも宗教家じゃありません。それから、えー、団体を作ろうとか、それから僕自身がそこで、なんていうかな、教祖になろうとか、ね。もう一切、僕、興味ありません。うん。あくまでも、えー、皆さんより少し早く、この真実を知った。ね。理解した。ただそれだけです。ただそれだけ。 で、あと僕は霊能力が、その、なんていうかな、こう、チャネリングとかね、人の声が聞こえるとか、何か映像が見えるとか、そういう特殊技術も僕にはありません。あるのは直感、ひらめきだけです。じゃあこれのひらめき直感と、ね、その、声が聞こえるとかって何が違うのっていろいろあるんですけど、これについても詳しく説明することもできます。ただ、えっと、 一つ一つがね、話を始めると奥が深いので、えっと、やはり、時間をかけてね、皆さんのご質問にゆっくりとお答えしていかなきゃいけないと思いましたので、えっと、一回のお話し会を丁寧にやっていこうということにしたので、え、一箇所、一日一箇所で、四箇所で、 ゆっくりと時間をかけていろんな話をしていくというふうな流れにしたいと思います。えっと、あと人数とかについては、もうあの基本的には、まあ、10人とかが一番理想的ではあるんですが、増えたら増えたでも臨機応変にあの20人集まったら20人の前であのお話をしたいなと思います。えっと、あくまでも僕は、えっと、今回の えー、地球規模の大きな、ね、デクラスが起きる。で、もう今週にもあのアメリカで、えー、EBS が起きる、えー。そうなると何あの、えー、一旦戒厳令が起きて経済が止まるとかいろんなこと言われてるから <laughs> あの実際にあのそ,の、えー、その14から17の間があの、まあ、そういう日にかぶればね それはそれとして、その状況になったら、その時考えます。ね。どうするかはね。だけども、今は、とにかく計画を立てて、皆さんと会うというふうな方向で突っ走ろうと思います。で、いずれにしてもね、あの、この毒出し、うん、地球規模の、えー、もう、とにかく、闇、うん、これが全部、もう、なんていうかな、捨て去る。 うん。あの、な、あの、なんていうの明るみになって、そして、処分されて、ゴミ箱に行く。で、綺麗な状態。地球規模の波動が綺麗な状態になった時に、初めて、まあ、いろんな方あるね、自由の菩薩って言い方もあるしさ。うん。本当のライトワーカーたちの活躍する場が、やっとできたと。で、そういう人たちが集まって、 今度これから目覚めていく人たちのために、ええー、なんていうかな、その前準備だね。で、その人たちがまた全国各地に散らばっていって、これから目覚める人たちに、ええー、なんていうか、世の中こうなってるんだよって。仕組みがこうだよって。うん。あの、だから安心して、これからの未来を楽しんでいこうねっていうふうに、あの、導く。そういうお仕事を、 ぜひ皆ささんもお手伝いいしてくださいそれがちょっと橋本が早めに気がついたからあのそのまずは関西第1弾関西方面の4日間に、えー、と行かせていただくというだけのことです。まあ、あのとにかくあの僕の後ろここに辺に、ね、いるこの守護霊さんとか指導霊さんがめちゃくちゃ喜んでるんです。すっごく喜んでるそれはなぜってね く見ええなないいしし聞こえたりはしないんですよだけども喜んでるというのは自分の魂に、えー、しっかりと内側に向き合って「自分のやってること大丈夫?」「本当に好きなことやってんの?」「本当に魂が揺さぶられること橋本やってるか?」ってハッシーがハッシーに聞いてるそうした時に間違いない「やれやれやれ」やれってこう,こうね湧き上がっていくんだねこうやってね。うん そのままの勢いで動け、動け、みたいな。だから、あの、これは間違いないみたいな。そんな風な感覚なんです。うん。だけども、僕はこの感覚通りにやってきて、めちゃくちゃ順調なんです、今。すごく順調。奇跡が起きてるんです、どんどん。言葉に発したことが具現化してるんです。これが、あの、いくつもある。何個も何個も。ね。だから、えー、あの、すごく、あの、今、こう、なんていうかな。 あの楽しいレールの上を、こう、ルンルン、ランランっつって、こう、なんていうのあの、歩いてるみたいな感じ、うん、うん。そんな感じです。まあ、ということで、えー、短いですけど、えー、関西の、えー、お話し会の、ちょっとした、あの、なんえー、お今日現在のお、状況を皆様にお伝えしました。えっと、詳細についてはまた詳しく、後日お伝えしようと思いますが、 そんな感じです。えー、ノリノリハッシーです。皆さんもノリノリ人生をこれからね、歩んでいきましょうイエーイ